ューティーのチャレンジ、確かにいろいろあるんですけれども、やはり2つ大きく挙げられると思うんですね。1つは DDoS です。DDoS っていうのは昨今、ニュースでも盛んに騒がれてますけれども、非常に大きなトラフィック、もしくは小さなトラフィックでもサーバーにインパクトを与えるようなもの、こういったものっていうのはサービスのアウテージに直接影響し、そしてビジネスに大きなインパクトを与える、そういったものです。それから昨今では、いわゆるアドバンストスレッド、APT に代表されるような、標的型攻撃というふうに呼ばれるものですね。こういった攻撃は、昨今どんどん進化を進めており、なかなか止められないということで、非常に大きなインパクトをビジネスにもたらしているというふうに言えると思います。